どうもアンソニーです。今回の動画は4月リリース予定アプリゲーム、4月はサガシリーズの新作やビックリマンなど注目作が多数登場。それでは早速見ていきましょう。星になれベーダの騎士たち、ハイブよりスマホとスチームで配信予定。80年代後半のアーケードゲームを彷彿とさせるベルトスクロールアクション RPG。 ストーリーは5万文字以上で語られる濃密なダークファンタジー。中世絵画風の魅力的なキャラクターたちがフルボイスで物語を盛り上げます。メインとなるバトルでは最大4人のキャラクターを編成して攻撃、回避、固有スキルといったアクションを駆使して戦います。やりごたえのある難易度も特徴。本格的なアクションゲームを探している方にもおすすめできるタイトルです。そんな本作は4月2日リリース。事前登録報酬としてキャラクター召喚アイテム絆の結晶が複数個配布されています。気になる方は概要欄からチェックしてみてはいかがでしょうか。ぷよぷよパズルポップ、セガの名作パズルゲームぷよぷよの完全新作がアップルアーケードに登場。おなじみのぷよぷよ2や連鎖が組めない人でも楽しめるぷよぷよフィーバーといった基本的なルールはもちろん、お題に沿ってぷよを消す謎ぷよ、大きなぷよを消すデカぷよなど全部で7種類のルールを収録。オンライン対戦にも対応していて最大4人での対戦を楽しむことができます。さらにおなじみの漫才デモが楽しめるアドベンチャーモードもフルボイスで収録。今後アップデートでキャラクターも増えていくようです。気になる方は1ヶ月の無料トライアル期間もある Apple Arcade に加入して遊んでみてはいかがでしょうか。騎兵とドラゴン、ドーナツより4月8日リリース予定。浮島と呼ばれる本陣を守りながらユニットを召喚して敵チームの撃沈を目指すタワーディフェンスゲーム。バトルモードでは1人から3人での協力プレイが可能。最大で3人 ×4 チームが参加して浮島の周りにユニットを配置し攻撃や防御を行います。またマップに落ちているパーツを拾って自軍を強化することができ、拾ったパーツによって浮島の見た目が変化するのが特徴。状況に応じて投票で仲間と戦略を共有しながら勝利を目指します。そんな本作はリリースキャンペーンとして無料引き直しガチャ、ドラゴン確定ガチャ、1ヶ月ログインでガチャ100連分のアイテムの配布が決定しています。気になる方は概要欄からチェックしてプレイしてみてはいかがでしょうか。スイカゲーム、アラジン X さんより配信中。2023年に配信者や VTuber 界隈を中心に話題となったスイカゲームのアンドロイド版が登場。本作は同じフルーツを合体させて進化させ、最終的に大きなスイカを作ることが目標のパズルゲーム。シンプル操作ながらやり込むほどに高いスコアを出すコツが見えてくる奥深いゲーム性が魅力のタイトルです。今年の1月1日に iOS 版がリリースされてから約4ヶ月、ついに両プラットフォームでリリースされました。価格も240円とお手頃ですので、気になる方は概要欄からチェックして購入してみてはいかがでしょうか。デビルメイクライピークオブコンバット、ネブラジョイゲームさんから4月11日リリース。カプコンの名作アクションデビルメイクライシリーズがスマホゲームで登場。ダンテ、バージル、レディ、ネロなど原作で馴染み深いキャラクターが多数参戦。それぞれダメージ型、サポート型、サバイバル型のスタイルが設定されており、スタイルの異なるキャラクターを切り替えながらステージを攻略していきます。アクションパートではデビルトリガーやパリーといったおなじみの操作を踏襲しつつ、スマホでも遊びやすいように各種操作を簡略化。誰でもお手軽にスタイリッシュなコンボを決められます。ストーリーはカプコン監修のオリジナルストーリー。原作に登場したキャラクターも参戦するほか、過去のシリーズの名シーンを体験できるモードも実装されています。加えて他プレイヤーと対戦できる PVP モードやフレンドとチームを組んでボスに挑むマルチプレイモードといった要素も用意されています。そんな本作はリリースを記念してガチャチケットやダイヤ、ゲーム序盤の攻略を手助けするアイテムを配布中。気になる方は概要欄からチェックしてプレイしてみてはいかがでしょうか。
晴れ空物語モフモフランド。 X レジェンドより4月16日リリース予定。可愛いモフモフキャラを作成して楽しめる古き良き時代の MMORPG。 種族は獅子、狐、ラビ、翼の4つが用意されており、ウォーリア、メイジなどの基本職のレベルを上げるとバーサーカーやエレメンタルなどの上級職への転職が可能になります。フレンドとの交流やマイホーム、結婚システムなど基本的な MMO の要素を抑えつつ、迷宮攻略やレースといったミニゲームも楽しめます。昔ながらの MMO 好きやデザインが気に入った方は概要欄からチェックしてプレイしてみてはいかがでしょうか。ヒット、ザ・ワールド。ネクソンさんから4月17日 PC スマホでリリース予定。全世界累計2500万ダウンロードを突破したアクション RPG ヒットをベースに制作された本格 MMORPG。 先行体験会ではギルドコンテンツ工場戦がお披露目。参加者は初見プレイだったにもかかわらず、ルート構築やダッシュタイミングなどギルドごとに様々な攻略法を模索しながら楽しんでいました。ゲーム画面からも分かる通り、本格的な MMORPG になっているので、コアなファンも満足できるのではないでしょうか。そんな本作は現在事前登録を受付中。希少クラス確定召喚チケットなどゲームをお得に遊べるアイテムがもらえるので、気になる方は概要欄から登録をしておきましょう。ビックリマンワンダーコレクション。マーベラスさんより4月19日リリース予定。ロッテの大人気駄菓子ビックリマンチョコを題材としたアプリゲーム、通称ワンコレ。天使と悪魔が共闘するゲームオリジナルのストーリー、総勢200種類以上のシールを使ったバトルを楽しめるタイトルです。アップストアの予定日では3月となっていたため、前回の動画でも紹介させていただきましたが、4月1日のビックリマンの日に本作のリリース日が4月19日に決定しました。バトルは4人1組のチームを最大3チームまで参加して戦うセミオートバトル。サブチームの8キャラは完全オートで戦い、メインチームは奥義を発動することができます。馴染み深いキャラクター同士を組ませると発動するリンク効果など、ファンには嬉しいシステムもあるようです。気になる方は各種ストアから事前登録をしてリリースを待ちましょう。サガエメラルドビヨンド。スクエアニックスさんより4月25日販売予定。サガシリーズ最新作が PS、スイッチ、スマホで遊べるタイトル。人間だけでなくモンスターやメカなど多彩な種族からなる複数の主人公が活躍する物語は、選択や周回によってストーリーが変化します。ひらめきや連携といったサガシリーズおなじみのバトルシステムは健在。武器や種族によって異なる育成システムも魅力です。そんな本作はスマホ版を除く PS、スイッチ、Steam で体験版を配信中。対応ハードによって遊べる主人公が違うので、ハードを持っている方はチェックしてみてください。ということで、4月リリース予定スマホゲームまとめでした。今日紹介した中で皆さんの気になるアプリや動画の感想などもぜひコメント欄で書き込んでください。それと僕のチャンネルではドラゴンズドグマ2やドラゴンボールフュージョンワールドの攻略情報をアップしているので、こちらにもぜひ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。